皆さんこんにちは森川芳秀です母の日の最高のプレゼントは消費税の減税ではないでしょうか今油が値上げをして揚げ物ができないこれは主婦の声であります玉ねぎが7割灯油が3割ガソリンが2割も値上げをされて生活必需品が軒並み値上げをされています 全体では6200品目と言われております。特に小麦の値上げはうどんやパン、パスタなどに幅広く影響が出ます。小麦の不足は今後2年間続くと言われております。世界の小麦生産量第1位はロシア、5位はウクライナであります。2つの小麦の 一大大生産地で今重大なこことが起こっております日本ではアメリカから輸入小麦が入ってくる前は全国各地が麦畑が広がって上空では春の鳥ヒバリが高らかにさえずっていたことを私は細い時に見ました国産小麦の増産を求めていきたいと思います今回の値上げは ウクライナやコロナの影響がございますけれども、根本的には自民党や公明党が進めてきた経済政策の失勢が今、庶民に襲いかかっているのであります。私は大軍拡をする予算があるなら、国民の生活支援、食料やエネルギーの安定供給を求めていきましょう。日本共産党は 年金の減額に反対、医療費の窓口負担の増に反対、学校給食費の無償化の実施を求めていきます。また、中小企業支援とセットで、最低賃金を1500円に引き上げることを提案しています。皆さんご一緒に消費税5%減税求めていこうではありませんか。今コロナで死者が 全国では3万人を迫っています全国の感染者数は800万人ゴースでは約500人の方が感染をされましたそして島根県では自宅療養中の方がなんと1000人を超えていますこのコロナ感染の再拡大を封じ込めるには高齢者の方、医療従事者の方への ワクチンの接種を急ぐとともに、無症状者に対する PCR 体制け検査の充実、浜田保健所の体制の強化がどうしても必要です。私は自宅療養が受けられないまま亡くなるようなことを二度と繰り返してはいけないと思っています。入院病床の確保、再生介護津総合病院の医療体制の強化など、国の責任で 行なせなせせければなりません今回のコロナ禍の中で政治は一体誰のためにやるのか私は考えざるを得ませんでしたこれまで経済効率や儲けを上げることに最優先をされ本来税金で支えるべき医療や福祉教育などの予算も人も削られ自己責任論を振りまかれてきました 誰もが自分ららしく生きられる未来を、私はあなたたとと力合わせて切り開いたいと思います。さて皆さん、ゴース市議会では放課後児童クラブ延長利用料金の保護者負担の増や市職員の年末手当の引き下げは市民生活に影響すると反対したのは日本共産党議員団の2人だけでございます。 さらに、消費税が増税するときに、市民の使用料や手数料、公共料金の値上げ、年間なんと2200万円も増える。これに反対したのも、日本共産党議員団だけでございます。当たり前ではないでしょうか。日本共産党議員団の2人は、市民にとって良いものには賛成。市民の皆さんの負担増や、 悪いものには反対をしてまいりました常に住民こそ主人公の日本を実現するため暮らしを守る立場で提案し行動してまいりました先ほど訴えました多田真二市議はゴー市議会で論戦をリードし豪雨災害など治水問題の第一人者でございます議員団長で身近な相談ができる なくてはならない議員でございますそして私森川義偉は願い実現するまで諦めないまずは何とかするをモットーにこの12年間命と暮らしを守ってきました最後に皆さん今回の豪津市議会議員選挙定数は16名でございます7人の新人の方が立候補される予定でございます 四人はみ出しの大激戦、大接戦でございます。私は若い方や女性の方、新しい方が頑張っている姿は非常に素晴らしいことだと思います。しかし、私たちも負けるわけにはまいりません。新しい合津市議会を作り、合津市政をもっと良くする仕事を私たちにやらせてください。日本共産党の二議席。 実現はどうしても必要でございますどうか周りの友人の方知人の方に広げてください何としても二人揃ってご通地議会に送ってくださいよろしくお願いします